んこんにちは、あいです。多人数のボイスチャットしている配信なんかに行くと、今誰と喋ってるんだろう、今誰が喋ってるんだろうって思ったことないですか？今回は配信画面に Discord のアイコンを表示させる方法をご紹介していきたいと思います。Discord で通話状態にした上で、こちら OBS の方から入ってください。一番右のボイスウィジェットというところを選びます。で、ご自分のサーバーを選んでボイスチャンネルを選びます。ここはアイコンを表示させる、喋った時にアイコンを表示させる、ここは常に表示という設定です。で、大きいか小さいかですね。で、名前を表示させる、させないの設定になってます。これテキストのカラーを選ぶことができます。今回は私はこの色にしたいと思います。名前の大きさも変更することができます。アウトラインカラーは特に好みでやっていいと思います。で、ここがバックグラウンドカラーですね。これ私邪魔なんで消したいと思います。こうやってご自分の好みでカスタマイズしてみてください。そしてここの URL をコピーしてください。はい、では OBS の設定の方に移りたいと思います。ブラウザーソースを追加します。ここに先ほどコピーした URL を貼ります。これで完了になります。大きさを好みで調整してみてください。説明は以上となります。はい、こんな感じで配信画面に Discord のアイコンを表示させることができました。今回は配信者さん向けの説明動画となっております。視聴者側からするとやっぱり誰が喋ってるのか分かった方が面白さも増すと思います。Discord をよく使う配信者さん、ぜひこの方法を試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次の配信や動画でお会いしましょう。バイバイ。